警察は市別道路事務所などの関係先を先ほどから家宅捜索しています。旭川開発建設部市別道路事務所の前所長松久博史容疑者58歳は去年7月、事務所が発注した国道の補修設計業務の入札で札幌市の建設コンサルタント会社に有利になるよう特定の業者を排除するなどした疑いが持たれています。また松久容疑者と共謀して入札を妨害したとして北欧設計コンサルタントの社長山秀和容疑者も逮捕されました。警察は2人の間に金銭の授受などがなかったか調べています。